お、ミュールアドツ。そうだ、ミュール、オフ会来るのかどうか聞くの忘れてたんだ。オフ会。これこれ。オフ会参加する？あれだったら、詳細 LINE で送るけど。参加する人はぜひ連絡ください。あ、了解了解。あ、全然いいよ、全然いいよ。もちろんもちろん。言っていいに決まってるな。了解。なんだこれ。じゃあこの日開けといて見える。おい、マキロさんいらっしゃい。いやいや、俺はね、今日撮るつもりなかったの。分かってたの。本当になかった、今日は。っていうのも、金梅さんとか深夜町とかとやったから閲覧多かったの分かってたから、今日は撮る気なかった。だからほら、後半やらなかったでしょ。撮る気あるときは一日分回すから、俺。うん。チャンピン撮るなって、だいたい予想ついてたよ。今月は初っ端撮るつもりなかった。まあ、月頭のね、一番最初の月に撮ったらかっこいいかもしれないけど、俺の場合、前の日に絡みがあったから、うん。最近はね、ピンで撮りたいっていうのがあるんだよ。マニアワード2。いらっしゃい、マニア。おやすみ、まだフライテール。また明日、頑張って。最近入れ違いだね。今日激戦だった。激戦って俺戦ってないって、そもそも。リスワン取るときはもう分回すから。もともと取る気ないって伝えてたもん。うん。旅はね、どうしようかなと思って、それも含めて相談しようかなと思って、リスナーさんと。旅再開。格闘技の大会まだあと39日だから。ゆきさんは脱？格闘技の方に専念しようか。携帯電話直したりとかいろいろ動いてるよ。ほら、俺の携帯電話が直った。俺の携帯直ったよ、ほら。画面綺麗になってるでしょ。だから自撮りができるようになった。今までさ、携帯電話でさ、自撮りできなかったんだけど。もう、強化シールも貼ってもらったし。10,000円ぐらいだったね。値段下がってた。前16,800円とかだったけど、多分型落ちしたからだね。そうだね。大会まで近場で回るっていうのはありかもしれないね。神奈川とか埼玉とか東京ら辺でね。それ面白いね。トレーニングもしていかないとなと思ってるから。それいいアイディアだね。で、大会終わったらもう自由だから。直ってよかった。うん、2年ぶりに直したよ。もうだいぶ久々だね。近場で回ってこうか。で、ゆっくりね、東北の方と北海道もまたね、再開するって感じ。そう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 。やっぱお金かかるからさ。結構大変だからね。予算はなるべく少ない方がいいから。うん。東京の離島とかは高いんだよ。父島とか行きたいんだけど、結構高いの。3万とかするんじゃないの、フェリー。フェリーで2万とか。往復3万、4万とか。結構ね、大変なんだよ。でも電波があるかどうかわかんないからね。紅の豚のモデルになった島に行きたいんだよね。
結構高いよ。やっぱりその船の数とかが少ないとそれくらいになっちゃう。おお、ユウさんはどつです。28時間もかかるんだ。結構かかるね。それは結構かかるわ。たくみさんはどつ。今みんなでミーティングしてるところでした。どうしようかなーっつって。戦車の大砲とか残ってんの？マジで？島はすごいよな。そうだよね。離島とかって最前線だからね。飛行機もあるんだ。父島はね、紅の豚の、ポルコロッソのアジトになってる島だから、見に行きたいんだよね。リアトツはね、そうなんだよ。稼げないんだよね。いっぱいいる、いっぱいいる。神奈川の方にはいっぱいいるから。神奈川行こうね。神奈川行こう。こっから、今日からね、ちょっと絞り込みします。残り1ヶ月なんで、体絞り込みます。炭水化物ダイエットじゃないけど、体運動して絞り込むんでよろしくお願いします。最後の減量を行います。こっから本当に炭水化物抜きます。甘いものも抜きます。船の残骸にサメの産卵に来る。すげえな。キャビア取れるじゃん。 キャビアってでも美味しくないよね。イクラの方が絶対美味しいよね。てか、キャビアってさ、サメの肉食べないのに、どうするんだろうね。卵だけ取んのかな。そうだね。フルーツはね、ビタミン取りたいから、グレープフルーツジュースとオレンジジュースだけ取ろうかなとか思ってんだけど、今回その、美容目的のダイエットじゃないから、疲れを抜くために、あれ？疲れを抜くために、オレンジジュースとグレープフルーツジュースだけは飲むようにしようかなと思って。ビタミン取りたいからさ。ゆうすけさんはどっち？それ以外は、米類とかはもう食べないで、肉をひたすら食う。で、あと運動。多分それでめちゃめ、ライザップのやり方だね、だから。ライザップの。運動込みでもうめちゃめちゃ痩せるってやつ。芋、麺、だから根菜とご飯と、だね。そうそう、ビタミンはね、やっぱりその疲れ抜くために必要で、便所太郎さんにアドバイスもらって、練習後とか寝る前とかに、そのオレンジジュース1本飲むだけで全然変わるって言って、本当に変わったんだよ。体が。本当はね、なんとちゃんとしたフルーツを食べた方がいいんだけど、天然のビタミン。パックでも全然変わるよって教えてくれて。そのトレーニング方法も採用してるから。体はね、それがさ、やっと治りかけてた。まだ痛かったんだけど、小指の骨が折れてたの。言ってたじゃん。左の小指折れたって。で、昨日お風呂入ろうとしたのね。そしたら、こう、お風呂の湯船あるじゃん。シャワールームの湯船のところに使うときに、俺、小指ドーンって落としちゃって、その足引っ掛ける部分、その手すりの部分に、お風呂の手すりの部分あるじゃん。あそこに小指ドーンって落として、また折れた。昨日、絶句した。もう、つながりかけてる骨、折れた骨あるじゃん。で、つながりかけてるところに直角にドーンって落として、うわーっつって、超痛かった。小指のさ、もう、ほんとね、風呂までで、ね、うめき声あげたもん。うわーんって。超痛いよ。柱の角に小指ぶつけるだけでも痛いじゃん。あれの折れてるバージョンであれだったから、すげえ痛かった。もう超辛かったもん、昨日は。最悪だったよ、本当に。
最悪だった。免除本格的だね。免除さんはだって、もともとプロだったんでしょ？プロだったのかアマチュアだったのか俺にはわかんないけど、相当強いよ。うん。免除さん、おう、ワドーっつって、この前、おい、やってみろっつって、おい、ワドー、修行の成果見てやる、来いっつって。全然歯が立たなかったもん。ほんと強いよ。多分だから、一番弱いの俺だよ、ほんとに。みんな教えてくれてる。いやいや、試合、すねも折れてるんだよ。右のすねも、折れてるとは違うんだけど、骨の部分が剥離してるんだって、なんか剥がれてるんだって。ドレさん曰く。なんつうの、その骨の層が。だから蹴り込むと痛いの。もう2週間ぐらい経ってるから多分治ってると思うんだけど、右のすねと左の小指は折れてる。紫帯、師範クラス。あ、そうなんだ。柔術、そうだよね。総合格闘技系だもんね。なんか、便所さんが相撲やったりとか喧嘩とかのやつ見てるけど強いよね、やっぱり。レスラーとかに勝ってるもんね、相撲で。やっぱやってた人は強いよ。うん。でもさ、そんな屈強な男たちがみんなドレさんをリスペクトしてるのすごくない？ドレさんよっぽど強いんだろうね。うん。みんなドレさんに教わってるじゃん。今日もだから後でトレーニング配信やろうかなと思ってます。よろしくです。だからね、格闘技やってる人のコメントはわかる。だんだんわかってきた。やってない人の素人のこれやれあれやれはわかるし、格闘技やってる人のアドバイスもわかるようになってきたよ、だんだん。あ、この人やってる人だっていう。ドレさん見た目若いよ。だって53歳だよ。ドレさん。めちゃめちゃ若いよ。若いよね。ドレさん美意識が高いもん。おしゃれだしかっこいいよ。あれは女の人ほっとかないよ。超かっこいいもん。俺結構その本当に今まで出会ったその男性の中で本当セクシーだなと思うドレさんだね。本当にかっこいい。あ、こんな大人になりたいなっていう。でもやっぱり中身はおっさんだけどね。中身はおっさん、昭和のおっさんって感じだし。あ、流れたんだ。俺絶対流れるなと思ったよ。ドレさんちょっとウハウハだったと思ったけど、コラボしたとしても絶対ディスられるっていう洗礼を受けるだけだから。流れちゃったんだ。俺も結構楽しみだったけど。ワドちゃんには無理。俺どうなんだろうね。俺どうなんだろうね。どうなるかな。親父はかっこいいよ。やっぱね、体鍛えてると若いんだよ。親父もかっこいいもん。年取ってるけど。マッチョな親父はかっこいいよ。一切息子に手を出さなかったって言うからすごいよね。俺は親父に本当に殴られた記憶が一個もないね。一回も本当にない。その、なんだろうな。暴力っていう暴力を使ってるところ、お袋を殴ってるとかない。あのね、でもね、げんこつとかはあるんだけど、げんこつとか俺もらった記憶あるんだけど、その暴力じゃないんだよね、それ。うん。昼までかけて夕方寝ちゃったから眠くない。ああ、じゃあ楽しんでって寝れるまで。強い人は優しいよね。2ちゃんのスレッドでも最近見たのが、接客業
の人のスレッドがあって、で絶対にそのクレーマーにならない人の特徴っていうスレッドだったんだけど、その人が言ってるのはマッチョだって言ってて、マッチョな人でクレーマーを見たことがないって言ってて、すごいわかる。あの武道をやってる人とかって実はセットで礼儀を教わったりとか、強くなるって心も強くならないといけないから、そのマッチョの人って自分を追い込む性質があるのよ。つまりその結果が出てないのは自分のせいだって考える人ほどマッチョになるわけよ。そうじゃん、俺のトレーニングは足りないって思ってる人ほどマッチョになるから、その責任問題が起こった時とか問題が起こった時に自分のせいだって考える癖があるんだよ多分。俺はね、接客業をやってて確かにこれ結構有名、あの体を鍛えてる人っていうのはそのなんつうのクレーマーにならない、すごく優しいっていう、ただ怒らせたら本当に怖いタイプもこの人たちなんだけど、え、ドレさん番じゃないよ、パコってるんだよドレさんは女とニャンニャンしてるんだよっていう噂で持ちきりで本人は否定してるけど、春が来たんじゃん。ドレさんは堅くなに否定してるけど 100% 女だと思ってるんだよ俺は。うん、なんかね、そういうフラグが立ってたんだって、なんか前日にタマちゃんって、そうでもいいんじゃない、俺はドレさんにもっともっとモテてほしいしね、なんかむしろあの人がモテなかったらおかしいよ、女の人がほっとくわけないよあんな素敵な人。オフパコなんだけど、みんなでオフパコだオフパコだっつってドレさんをいじって遊んでるの、ツイッターとかで、引き合ってさんとか達彦さんとか、出会いたがってた、でキャラ崩壊してるでしょ、あれは出会いたがってるっていうキャラがね、なんか痛い感じで可愛い感じだったのに、本当に出会っちゃったらね、多分女の人騒ぎ始めるよ、うん。あのね、ネットの世界って面白いのが、その、今まで、その、ね、ドレさんのことを別に何とも思ってなかったのに、女ができたら急に、私のドレさんがって思う人がいるんだよ。ネットの世界って。本当に。私好きだったのにって急に言い出す人がいるの。いっぱい出てくるよ。だからさ、女性問題とか普通はさ、生主とかってさ、みんな言わないじゃん。隠すじゃん。俺は隠してないけど、のんちゃんのこととか。俺ですら言われたもん。のんちゃん出さないでくれって。女性から結構言われたよ。なんか、和藤さんと付き合いたいとかじゃないけど、なんか、なんつうの、妄想彼氏みたいなもんだからって。のんちゃんが出ると冷めるとか言われて。そんなこと言われてもな、結構そういう人いるよ。なんか自分の、ずっと応援してた人が取られたみたいな感覚があるんだって。全然思わないのかい。少しは思えば。俺の場合はオープンな性格だからね、隠し事とかできないもん。っていうかさ、俺さ、超ショックだったんだけど、あの雑誌に捨て頃が掲載されたから買ったんだよ。これ。もう実はナックルズ。買ったの?これ。捨て頃が載ってるから、生まれて初めて俺の顔が雑誌に載ったから。超下品、この。この雑誌超下品、本当に。もう誰が買うんだっていうくらい下品だった。もうね、昔の昭和のね、ビニボンみたいな感じですごく嫌だった。なんかショックだった。こんなの買うやついるのかって。めちゃめちゃ下品な雑誌だったよ。なんかでっかい本屋さん行ったんだけど2冊しか置いてなかったね。なんかもうなんかすごい、だエロコーナーばっかりだし、なんか、スマップの中居くんが干されたとか干されてないとか、そんな情報ばっかりで。すげえ低レベルな雑誌だなと思って。
アウトローターズが集結してみたいな紹介されるか。そうそうそう。買った？マキルさん。一応さ、まあ、初めて雑誌に載ったわけだから、買いましたよ。思い出に。思い出にね。なんかもう一個雑誌に載るとか載らないとかじゃなかったっけ？もう一個載るんじゃなかったっけ？わかんないけど。スパだ。え、スパってもう掲載され終わっちゃったのかな、ドレさん。一応さ、なんか飾ろうかなと思って。あとブログで紹介しようかなと思って。アウトローいないのにって。あ、まあでも、その雑誌に合わせてやっぱ掲載しないと書きづらいんじゃないの。アウトロー系いないよね、今回。ワドちゃんに愛とか恋とかねえから。いや、まあ、構わないけど。でも、どうなんだろうな。総会議どうだった？総会議、まあ、中入ってないからあれだけど、面白かったよ。スパに乗ったらまた紹介してくれんのかな？1ヶ月で腹筋割ってみようかな。1ヶ月あれば腹筋割れるよね、多分。腹筋割るのは難しいか。線がうっすら見えるぐらいまでは落とせるよね、多分。多分ね、10キロぐらい落としたら68キロぐらいになるから、キレッキレの体になるはずなんだよ。多分1ヶ月あれば多分いけると思うんだよな。食事制限して、走り込んだら。日にち完全に忘れてたわ。あ、そうだったんだ。まあまあまあ、あれは年1回のお祭りみたいなもんだからね。よっさんと久々会えたのが嬉しかったね。駅の中で偶然会って、金梅さんと新野町とよっさんと。昨日の隣に座ってたやつ、くっそ腹立ったけどね、ぶん殴りそうになった、マジで。ちょっと怒鳴っちゃったけど、空気読めよっつって。俺のさ、アウトローのイメージって、ああいうところだよね。あのさ、アウトローなんじゃなくて、アスペでイライラして、アスペで 俺も空気読めないけどさ、あからさまに空気読めないやつとかに露骨にイライラとかするから、ああいう大手とかの絡みのところでさ、チケットは当日売ってるよ、毎回。当日券で入れるよ。毎回さ、大手と絡むときにさ、なんか変なやつが絡んできて、で、俺がさ、ブチ切れて、そういうイメージがついて、あ、あいつ、なんかやかってるよって思われるんだろうね。すげえ嫌だったもん、昨日も。宜野湾とかも来てさ、宜野湾にイライラしちゃって。初見さんいらっしゃい。そう、キング V ってやつか。そう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 。なんか、FC2 の配信者なんだけども、ずっとなんか、金梅さんとか、やっちょ煽ってて。っていうか、酒癖悪いんだよ。もう、出会った時から。で、なんか、絡みたいって言ってたから、いいですよって言ってたの。
入り口のところとかでも。でも、あからさまじゃん。もう放送のネタで煽ってる感じじゃないのよ。そう。で、もう露骨に金杯さんとか八丁とか嫌な顔してたし、リスナーも止めて止めてって言ってたから、そう。ずっと抑えてたわ。もう放送回ってなかったら、あれだよ、もう本当に。ね、嫌だよね。ジョイかワドちゃんには会えない、会えて嬉しかったですが。あー、ジョイ?うん、すれ違ったんだよね。あの人はいつもあんな感じなんだ。あー、俺酒の場でああいうの嫌いなんだよ。だから酔っ払い嫌いなんだよ、俺。酒飲んでさ、楽しくなるのはいいかもしんないけど、人を不快にさせるのは絶対ないじゃん。だから俺酔っ払い嫌いなんだよ。酒飲み嫌いなの。ああなりたくないのよ。自分が。酒をいくら飲んでも。クソかっこ悪いじゃん。その酒飲んで管巻くっていうのは。考えられないもん。お酒飲むのはいいことなの。別に俺は。楽しくなるし、お酒の場で盛り上がることもあるじゃん。普段言えないことが言えたりとか。だけど、嫌なんだよ。はい、ワード2。迷惑かける人とか。酔いつぶれる人とか、絡む人なんかも特に最低。で、酒飲んで覚えてませんって言うじゃん。すいませんでした、次の日に。それがまた腹立つんだよ。酒飲んでたらじゃあ何やってもいいのかよって。なんで酒飲んですいませんが通用するんだよな。すげえやだ。あれ？ワン太郎東京いるじゃん。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。たかやん。監視くんお疲れ。ワード2、こんばんは。お疲れ。すげえやだよ。リアドで1万人の旅、まだまだ、一回中断。一回中断です。大会のために、一回中断。金杯さんもともとお酒飲まなかったらあんな感じだよ、毎回。毎回あんな感じだよ。金杯さんはお酒飲むとテンション上がるの。こんばんは。ビデオログ見てた。あ、ありがとう。ポンズさん。ありがとう。そう。頑張ります。もともとルールに書いてあるでしょ。イベントコラボ企画などの仕事がある場合は帰宅しますって。どこいんだろう？ワン太郎とか。ワン太郎とかペイとかがいる。中央公園か。ワン太郎、石川県？いや、今、
ペイが新宿にいるはずだから、新宿じゃないの？新宿にいると思うけど。今放送やってて、ただね、音が聞こえないんだよね。音が聞こえないんだよね。今、ワン太郎がペイと放送やってるから、ペイとは絡んだことないから、絡んでみたいな。多分来るんじゃない？多分これ中央公園じゃないかな。ここどこだろう。誰か分かる人いる？ワン太郎の放送今どこにいるのか。多分俺の予想だと画面で映ってる感じだと中央公園だから家から5分ぐらいだと思うんだよね。ツイート見たら東京の塾物語、いや行ってみるじゃなくて来いってもうツイート書いた。多分中央公園だよこれ。ここね、通報されるから。ここ、ホームレス禁止なの、野宿と。どっちにしろ、ここでは野宿できなかった。多分、中央公園だよね、これ。家から5分ぐらいだよ。飯おごってやるか。若手二人に。何食いてんだろう、こいつら。何食いてんのかな。何食いたいのかな、この貧乏人二人は。新宿駅、あ、絶対中央公園。今見た。何おごってやろうか。疲れてんのかな？眠いのかな？疲れてんのかな？どうなんだろう。あ、中央公園だな、これ。あ、中央公園だ。ここね、絶対無理。絶対無理。朝からあるため、そう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 。ペイはね、結構面白い配信者なんだよ。うん。3人で何やろうかな。飯おごってやるか。かわいいかわいい。かわいいかわいい後輩に。よいしょ。何食いてんだろう、こいつら。ご要望が。肉かな、若い子は。肉食いてえのかな。いや、まあ、金持ちじゃないけど。まあ、ね、若い未来の配信者だから、ちょっと待って、財布用意する。食いてんだろう。おい、ふわふわ。何食いてんだろう。バカプレゼントありがとう、あつしさん。どうもです。何食いてんだろうな。初見さんいらっしゃい。腹減ってんのか。リア凸の旅って結局家に帰って、
よかったんだね。リア突の旅は企画の時は帰るって言ってて、で、町会議目的で帰ってきたの。で、誕生日オフ会で5月の20日に、もともとその、戻ってくるとは予言してたんだけど、このタイミングじゃん。あと18日間だったら、から、リスナーさん相談してたの。どうするっつって。北海道とか行った方がいいのか、どうしようか迷ってたんだよね。それでね、相談してた。リスナーさんと。どうしようかと思って。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。マキロさん、ありがとう。ありがとうございます。どうしよう、何食いてんだろう。あれ、ペイ来ないの？え、なんで手振ってんの？放送切んのこいつら。放送つけたまま来ればいいのに。何しようかな。おー、ヒロくん、久々に会えて嬉しかったです。うおー、マジか。ありがとうございます。ワン太郎にダンベル50回。了解です。旅の再開いつにしようかな。ありがとうございます、なごみさん。ありがとう。風船5個ありがとう。すげえな。旅再開は、とりあえず捨て頃が終わってからだね。ミュール、オッケーオッケー。気持ち花火で。ありがとう。どうしようかな。何食わせようかな。東京来てどうしようか。とりあえず荷物俺の家に置いて外出るか。ありがとうね。ありがとう、なごみさん。サングラスのロン毛うざくなかった？え、でも髪短くなってて、俺か、ヒロくんさ、髪短い方がかっこいいよ。あ、サングラスのロン毛ってあれでしょ？FC2 のやつでしょ？いや、怒鳴ったよ。うざすぎて。超うざかったよね。さっきもその話してたの。なんだっけ？ FC2 の配信者でしょ？ロハコの、ロハコさんち行く？ロハコさんち行くか。面白いね、それで、ね。二人生贄捧げようか。いや、あれはムカつくっしょ。あれだって客席もムカついてたよね、全員。あれさ、全員ムカついてたよね、あそこにいる。その、金梅さんとの絡み、リアルで店にいたやつ。みんな思ってたよね。あれ誰が言うんだっていう空気になってたよね。誰が注意するみたいな空気になってたよね。あれはもうどうしようもねえよ。生贄って、あれだよ、一回、ワン太郎を生贄に捧げて、ワン太郎が FC2 で、ロハコさんとパコルっていう配信やって、アクティブ3000とかになったんだよ。同時閲覧3000で、超神会が起こったの。そう、若い男、だから、柏木事件も、俺が柏木紹介したじゃん。だから、若い男の子が来ると、俺がロハコさん紹介して、ロハコさんの家に泊まって、犯されるっていうさ、そういう流れがあるんだよ。あ、コメント欄も荒れてたんだ。いや、さすがに怒鳴ったわ。あれ、方向逆じゃね？方向逆じゃね、こいつ。あ、どうもどうも、リキさん。挨拶だけでも嬉しいっすよ。何ヶ月前かな？ちょっと忘れちゃったんだけど。パコっては、結局パコらなくて大炎上したの。鮫島さんがぶち切れて。もう、鮫島さんが出てくるし、もう、香川さん、緑さんがもう評論する、もう大事件になったの。ロハコが暴れ回ってるぞ、つって。なんか若手の生贄が捧げられた、つって。また和道か、とか言って。
いや、送った送った LINE で。怖い神回だよ。そう。また五社部事件再発かとか言って。ああ、この辺か。どこだ？え？こいつ間違ってるぞ。住所間違ってる。住所間違ってるっぽいんだけど。ロハコさんはだからもうワン太郎の体を舐め回したりとかしたんです。あ、リキさんのリア友なんですね。ピー君ありがとう、来てくれて。楽しんでいってください。ワドです。どうもどうも。よろしくお願いします。ちょ、待って。俺が迎えに行った方がいいかな？俺が行った方が早いかな？すごいカオスだよね。ワン太郎らしい住所間違えるとか、全然違う方角行ってたね。フォローぜひぜひ、大歓迎です。よろしくお願いします。どうしようかな。フォローありがとう。ピー君、フォローありがとう。何が食いてんだろう。この時間何もやってねえかな。定食屋と、松屋とかすき家とかかわいそうだもんな。フォローありがとう。GK さんフォローありがとう。和道ワン太郎の放送背景見ながら行った方が早そう。そうだね。いや、でも道案内ナビゲートできるから。磯丸水産。磯丸水産この辺ないんだよね。歌舞伎町から離れてるんだよ。西新宿の方だから。しばらくまっすぐで。で、風船ありがとう、ピー君。ありがとう。何食いてんだろう。まあいいか。とりあえず、来てから決めよう。来てから決めよう。あれ、なんか変なところ入った？入ってねえか。カメラの角度変えんなや。カメラの角度ちょいちょい変えっかんな、こいつ。ペイは？え、ペイどこ行ったの？ペイいなくなった？え、ワン太郎しかいなくね？俺ペイにも絡みたかったんだけど。ペイどこ行ったの？ペイ。ペイどこ行った？ワン太郎しかいないじゃん。24時間食堂、そう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 。え、ペイどこ行ったの？ペイ。俺ペイと絡みたかったんだけど、ワン太郎と。え、なんで別れたの？なんで別れたの？いや、ペイも飯おごるんだけど。ペイは？カオさんいらっしゃい。なんで？ペイにも飯おごるよ。あとオリジン。え、なんでペイは？なんでペイ呼ばねえんだよ。ペイ呼べよ。かわいそうじゃん。なんでペイと別れてんだよ。なんかルールがあんの？ペイは宿ある。いや、飯おごるって。
あ、マジで ?5 月11日東京来んの?マジか。もしよかったらリアとして。ペイと絡みたかったんだけど。マジかよ。ペイは宿があるんだ。ああ、リア凸全然いつでも大歓迎ですよ、僕は。うん。リア凸1万人の旅、やってるんで。ぜひぜひ。これ、49名です、今。ペイ呼べよ。ポンコツハトしてしまった。ちょっと俺ワン太郎迎えに行っていい?ワン太郎迎えに行っていい?もう近くまでいるから。ちょっとこのまま放送放置してもいいっすか?ワン太郎迎えに行ってきていい?ワン太郎迎えに行ってくるわ。スケッパーで行くよ。
や、違うよ、カレーはめちゃくちゃ、いや、なんか閉まってるか、一回荷物置こうだ、はい、ここちょっとまだ入ってない、いよいよ、じゃあどうしようかな。じゃあとりあえずワンタロウの放送で行くか。いいですか、うん、いいですか、荷物置いて、はい、とりあえず放送機材だと思って、はい、よいしょ、おいただいま、ワンタロウ来たよ、ただいま、ただいまだね。どうっす、お久しぶりです、久しぶりに、あーやっぱりでかい、そこベッド上に、こんにちは、あーちょ、和田さん、あの、一応ちょうど今日新宿でこのリアトツしてくれた人にこのお土産を渡そうみたいな枠やったんですけど、誰も来なかったんでこれあげます。いいよいいよ、こんな一個だけちょっと、一個だけ、はい、よかったら、他の人も一個いただきます、いただきます、ありがとう、ワン太郎からお土産いただきました、はい、お世話になっている、1個ずつ配ればいいじゃん、いやそうなんです、で俺あげる人いなくて一般人に配れてるって。いただきます、おーすごいすごい、金箔がついてる、そうそう、金沢らしい、うんうん、すごいですね、誰が、うん、せん宮城から一回ひとっ飛びですか、ん東京、あーバスで、はい、うん、とりあえずじゃあペイン待ってるから、はい、じゃあちょっと一旦和道さんと、うん、ワン太郎は集合でいいよね、すいません、なんか最近流行ってるんですかそれ、その1ナンバーワンみたいな、ナンバーワンボディーランゲージみたいな、俺よくやる、はい、そう俺見てて、うん、そう思いました。じゃあペイとみんなワンタロー枠集合でいい、 OK、 ワンタロー枠集合で一回こっち放送切るよ、 OK、 あれレスポンスねえな、オッケー、みんな。なんでシカトなんで150人。なんで150人シカトなんで。何これ。こいつ誰、そう。万太郎。万太郎じゃない。ワン太郎。ワン太郎。ふわっちの万太郎。誰か URL 貼ってあげて。みんなわかんない。そうそう。俺の知名度ですいませんって思いました。ふわっちの万太郎の枠集合で。はい、どうもどうも、ゆうこさん。オッケー、ふわっちの万太郎。今、何人ぐらい18、誘導できてんのかな、あ、ありがとう、多分たまります、ね、今、マネージャーさんが、うん、すみません、ありがとうございます、うん、みんなここ集合で、マネージャーの匠さんの枠集合で URL、中本さんいらっしゃい、OK、移動できた、はい、まあ、中盤ぐらいにはいると思います、じゃあ皆さんお疲れ様です、お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。